一本場、京卓一本ドラはイーマンです。この親連チャンできたのは嬉しいですね。うん、うん、さあそして先ほどよりは良さそうでしょうか、なるみの手です。古城は苦しい、もう上ってなっちゃいますね。取り直したいぐらい悪い。これ、これ相当今日一番悪いまでありますね。え、これ悪い牌パイの見本みたいな感じですね。自牌かぶりなし、色の偏りなし、乱面なし、でもカンちゃんやペンちゃんはちょっとあるんだよみたいな。いいところが何にもないですね。どこにも振り切れないそんな感じです。ただ夏目も葉月もそんなに良くない、むしろ悪い。これ夏目ちゃん、なるみチャンスかもしれませんね。なるみチャンス、3番も引いてきた。うん、いいとこ引き入れました。確かに相対的に見たら一番マシですもんね。う、うん、最初に見た時はね、決してそんなわーっていう感じではなかったんですけれども、あとは、まあ、この後積もってくる牌次第にもなりますけど、まあ、みんな結構ね、その受け入れ自体はそんなに少ないわけではないというか、まあ、どうにかはなる可能性は十分あるんで、はい、本当にこっからの積も次第ですね。あーでもこの連品で3色まで見える、なるみ2、3、4ありますね。あでも古城も赤馬とパーマン引きれてだいぶ見れる形になってきましたかね。マシにはなってきましたね、はい、うん、3品、うんうん、まあ、リーチを目指す感じですかね。ドラのイーマン、まあ、これは採用しますか。3色にならなかった時もあるか。まあ最悪ね、最悪ドラ1確保できてればまあまあ許せるんで、うん、いやあのね、すごいことに気づいちゃったんですけど、はい、天井カメラがすごいことになってます、はい、何がとは言わないけどすごいことになってますまあ確かに皆さんには見えない天井カメラ、あのね、天井カメラこれ、あ、はい、ありがとうございました。葉月さんのたわわがたわわでした、はい、あ、今こっちに今一瞬映ったんで、はい、はい、気になる方は巻き戻してみてください、はい、105センチだそうです。アーカイブはちなみに有料なんで、はい、あの気になる方は会員になってください。そんなことあるそんな仕方ある、今の一瞬のためにすごい、わあ3品入った。あ、いいね、この3品相当いいですね。ドラがイーマンだけに、うん、うん、ドラ引いたらなんかもうすごいですよ。すごいですね、人数3色みたいな、ものすごいことになりますよ、うんうん、なるみーシャンテン圧倒的、ツモも良かったですね。ハイパイもまあ全員の中で一番良かったですし、はい、ツモも効いててすごいいい形、うん、もうあと一手間入ればね、もう本当に完璧な形になりますね、いやー夏目まだゼロメンツ、6巡目7巡目でこれはちょっとね、うん、ちょっと私の曲じゃないかなっていう気持ちにはなりそうですね、うん、ただまあちょっとね、古城夏目はマイナス結構大きくなってますんで、ちょっとこのゲームでマイナスしてしまうといよいよ4回戦条件がものすごくきつくなってしまうかもしれません、はい、特に古城ですね、は、赤が来た、あれ一気になんかよく見えるのは私の目の錯覚ですか。出ましたね、出ました出ました、はい、赤あるとよく見えちゃう病、うん、でも赤あればなんか許せますよね。そう、うん、赤があると許せる、本当に、まあまあイーシャンテンにはなりましたが、本当はイーマンが良かったなという気持ちは拭えない。まあ形がね、うん、良くなってるだけマシ。ただまあリャンパソが2度受けでリャンゾーが2枚切れてるんで、はい、まあなんかまあローワン切るけどなーみたいな感じですね、うん、そこまでめちゃくちゃいいって感じではないです。イーシャンテンはイーシャンテンですからね、はい、親で先生取れたら OK ですからね、なるみ。大きいです。ただでも古城も一通見えて、まあまあ戦いなくもない形になってきました。そろそろ仕掛け入るかもしれないですね。そうですね。トンはでも2枚出てしまっているので、うん、仕掛けてないけど、すっごい。もうこれはね、すべて帳消しです。よかった。もう。リーチ、ピンフ、ドラーカのリャンウーパーソー。一番いいやつだ。ここソーズ持ってない、リャンパス合わせてここに3枚、葉月が1枚、自分で1枚、5、いやまあ4ですね、これそうですね、うん、はい、いやこれ上がれたら大きいぞ、なるみ。
トータルマイナス 1.7 ということで、うん、まあ、やっぱり結局どっかでトップ取んなくちゃいけないですからね。そうですね、ここまではね、うん、3着2着でこらえてきた、そんな感じだとっぽいんですけれども、うん、ここで一発ね決めたいですよね、うん、さあ葉月カンチーピン入った、ここはシャード統一落とし、積もった、いや積もり方も美しいですね。なんかそうですね、リーチツもピンフドラーカウラは6000は6100オールでかすぎるこの裏ドラ、うん、さあ上品な佇まいで6000は6100オール、なるみが大きく決めてきました。なんでしょうね、なんかこのなんか上品な雰囲気、なんかあのこれは人気出ちゃいますね。もう出てるんですけど、はいはいはい、もう出てるんですけれども、これは新人女流プロ評論家の松島さんからしても、はい、関西の台風の目になるんじゃないですか。なるほど、はい、麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。